陳章、五皇の乱。陳章、五皇の乱。陳章、五皇の乱。中国語、陳章、広式義 CHNSHNGW、グワングクワイジェイは、中国新末期に兵士であった陳章と五皇が起こした、史上初の農民反乱。紀元前210年に始皇帝が崩御すると、その罰子である古外が、兄の父祖を暴殺して即位した。その元年となる、 紀元前209年の7月、陳昌と五行は、返境守備のため、半ば強制的に徴兵された、農民900名と共に、両日、現在の北京市北部の三雲区へと向かっていた。しかしその道中、大沢郷、現在の安岐省宿州市の東南部に差し掛かった、ところで大雨にあって、道が水没し、期日までに両日へとたどり着くことが不可能になる。旗の方では、 いかなる理由があろうとも期日までに到着しなければ残暑である。期日までにつけない。そう判断した時点で、陳章と古行は、判断を決意し、少女たちを殺そうと格索する。二人は、ことが成就するか占うため、駅舎を訪ねた。彼らの心中を察した駅舎は、事業は成功するが、あなたたち自身についての占いの結果は、鬼と出たと言った。それを聞いた、陳少らは、 占いを成就させるには、鬼神の力を借りるのが良いと解釈して喜び、鬼神を固くして、人々を威服させようと画索する。まず、事務王と、手書きした布切れを魚の腹に入れておいた。何も知らない兵卒は魚を料理しようとしてその、布切れを発見し、ひどく気味悪がった。さらに、五行が宿営の近くにある祠に潜伏し、夜中に狐火を焚き、大諏訪へ起こらん。 陳症が大たらんと、狐の鳴き声を真似て叫んだ。兵卒たちはこれを聞いて、以来、陳症を見ては、恐れ、噂をし合うのだった。計画のもと準備を終えた二人は、ついに結婚に移る。陰卒の少女を二人が酒に酔ったところを見すまして、五行が彼らの面前に歩み寄り、聞こえよがしに、俺は逃げると繰り返した。酒に酔った、少女は激怒し、五行を無知で打ち据える。 何時の間にか周囲に、兵卒たちが寄ってきて、症状への反感を募らせていった。症状の剣が抜け落ちた。五行は即座に剣を拾い上げ、症状の一人を切り殺した。すぐさま陳賞が加勢し、もう一人を殺す。それから、陳賞は兵卒たちを招集して演説した。兵卒たちはこれを聞き、一斉に同意を示した、大沢を起き。この時に、 民衆の支持を集めるために陳将は、父祖、五皇は、皇燕を名乗った。始皇帝の長子にして、悲劇の皇太子である父祖と、旧祖の英雄である皇燕は庶民に人気があり、多くはその死を知らず、また信じていなかった。二人はそれを利用した。彼らはまず、王沢座島占領、それから諸県を攻略し、陳を取る頃には、兵舎六百条、騎兵占領、 兵卒数万の大勢力になっていた。陳を攻めたとき、軍主、県令はすでに逃亡しており、副官が交戦したがあっという間に陥落した。陳に入場した陳将はここを本拠とし、即位して王となり、国号を長諏和へと定めた。陳将、ホーキス。この噂が広まると、それまで陳の圧勢に耐えていた各地の人民が、軍主や県令を地祭りにあげて、 陳章に呼応した。勢いづいた陳章は五皇を仮の王として諸将を統率させ、西へ行かせるともに、武神に蝶耳、陳章をつけて蝶の地を略定させ、唐隆に旧皇軍を攻略させた。ディエは衆が派遣された。陳に衆文、衆将という人物がいた。陳章は彼が軍事に連達していると聞きつけると、彼に、 将の印を与え精神させて、真を打たせた。周文は徴兵しながら進軍し、韓国関に至る頃には、兵社戦場、兵卒数十万の大兵団となり、かつて何人も敗れなかった韓国関を抜くが、ここに至って、真の将官の軍に敗れた。周文は敗走後も装備によって、真を防いだが数ヶ月支えた後、陥落し、 さらに別の地で新軍を迎撃するが防ぎきれず、ついに自決する。この大敗によって祖軍は戦意を喪失し、ここから、長素愛はその勢いに陰りを見せ始める。長を平定した武士は簡単に入場すると、独立して王を称した。新章は怒ったが、ここで、長が敵に回ることは、致命的となるので、やむを得ず、これを認めた。長王となった武士は、 半広氏に命じて、縁を平定させるが、半広氏が、縁の有力者たちに包帯されて、縁王となってしまったので、やむなく、武臣もこれを認めた。また、西では、旧西の王族である他、が、重帝の殿栄、他横兄弟らと協力して立ち、義でも、衆が、旧義の王族義とがを擁立して、義王とし、自身は、最小となった。は、慶を攻めていたが、 三河軍主の李氏の長男の防戦にあって攻めあぐねていた。そのうちに州軍は敗走し、新軍は五皇の軍に迫ってくる。五皇の諸将は多蔵を中心として密かに陰謀を巡らしていた。多蔵らは五皇を殺害して指揮権を奪い取り、陳将に五皇の首を送った。陳将はやむなく暗殺を正当だと認め、多蔵を霊院、最小とした。しかし、多蔵も、 将官の前に敗れ、戦死した。将官の破竹の進撃は続いた。各地で反乱軍を破った将官は、ついに、陳衝の本拠である陳に向かって進軍し、まずは、長諏和への上柱国、蔡再暴君を討った。さらに、陳の正方で長諏和への長賀と交戦し、陳衝も自ら、長賀を助けようと出陣するが敗北、長賀は戦死する。 十二月、ついに陳賞は逃げ出して汝、影へ、ついで下城父へ行ったったが、そこで自分の御社であるそうかに殺された。公梁らは後々、陳賞と連携するつもりであったが、この方を聞いて、作戦の変更を余儀なくされた。陳賞の死後、大臣の戦争は、その公梁によって引き継がれ、劉邦が武漢を破るに及んで、ついに新王、小英が降伏し、旗帝国。 古英の第二は王国に戻るは滅ぶ。時に、紀元前206年であった。しかし、その後も戦乱は収束せず、漢の劉邦と諏訪への交うの争い、いわゆる疎官戦争へと発展していく。死んだ陳昌は、某、山に葬られた。送り名は、陰王である。後、劉邦は彼を尊び、その保守の周辺に民家を置き、代々墓盛りをさせた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。